バート・クリステル・リンダル、通称クリステル・リンダルは、スウェーデンのドラーグクイーン、衣装デザイナー、およびドラーグショーのグループである、アフターダークのリーダー。スウェーデンのセーデル・マンランド兼、エシルス・ストゥーナにて誕生。母親であるビビアン・ヨンソンと一緒に暮らし、母子家庭であった。ビビアンはクリステルが17歳の時に、オートバイのスピードウェイの選手であったバート・リンダルと再婚した。 19歳までエシルストゥーナのワンルームマンションに居住し、その後ストックホルムに引っ越した。すでに幼少期には歌やエンターテインメントを人前で行った経験があり、10代の頃にセーデルマンランド県のフォークパークで、当時はまだ無名であったアバのアンニフリット、リングスタッドと数回共演した。大学時代はストックホルムの私立大学であるベックマンデザイン大学で、 服飾などのデザインについて学んだ。リンダルがドラーグショーに興味を抱いたきっかけは性別の立場の逆転をテーマにした仮面舞踏会である。その後知人のロジャー・ヨンソンからドラーグショーに出演することを勧められ、1976年1月5日ドラーグクイーンとしてのデビューを果たした。当時の名義はシャシャ・シェイクスピルであり、本名ではなかった。最初の公演は、 ストックホルムのビブリオテクスガッタン通りにあるアレクサンドラ・チャールズの経営するナイトクラブにて行われ演目はパロディミュージカルであるワイルド・サイドストーリーであったデビュー直後のリンダルパロディミュージカルであるワイルド・サイドストーリーにてロジャー・ヨンソンと共演した女装したリンダル2012年のストックホルムフェスティバルにてありがとうございます